私ウェディ、アボチューブのある生活に移行しようと思います。どうもミリオネアのウェディです。僕たち映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今回はそうなんです、こちらナンライトさんからですね、パボチューブ 15X を2本送っていただきました。というわけで拍手でございます。パボチューブね、もう僕の生活に爆裂取り入れていこうと思います。ですね、Amazon ブラックフライデーセールではですね、もうめちゃこれのちっちゃいパボチューブ 6C2 ってやつあるんですけど、まあそれをね紹介したところ、もうねめっちゃ買いましたのね DM なりなんなりコメントなりが後を絶たないぐらいになってきてるので、今回ねこのパボチューブ 15X ですね、紹介していこうと思っております。で、実はパボチューブには種類あるんですね。後でまあ見せますけども、パボチューブ 6C っていうちょっとちっちゃめのやつと、でこの15っていうまあミドルサイズのやつと、まあもう一発でかい30っていうシリーズがあります。で、この30については、実はね僕が制作の中で MV の中でね、実際にそれを36本お借りしてね、まあ撮ってる映像があるんで、それは後日30の方については紹介するんですが、今回は皆さんの暮らしにちょうどいい一番適切な長さだと思うこのパボチューブ 15X について紹介していきます。で、多分まあ調べてみていただくと分かると思うんですけど、パボチューブってこの15と30に関して15X と 15C っていうのがあるんですね。 X シリーズと C シリーズって何が違うかって、まさに今これ光ってると思うんですけど、ちゃんと見えてるかな。これね、実は僕全部スマホでコントロールしてるんですよ。ずっとピクセルエフェクトってやつがありましてですね、ピクセルごとに色を変えれるっていうのがこの 15X シリーズの特徴ですね。 C はねこれできないんですよ。なんで X はねちょっとねこういう風によりね色をこうなだらかに虹色にねこう表現するとかっていうのができるようになってるのがこの 15X です。で、まあ他にもまあ違い多少あるんですけれども、まあ主にはまあこういった違いの部分がありますというところですね。やっぱパボチューブって僕も大好きなんですよね。僕もYouTube やる前からパボチューブというものに憧れがありましてですね、やっぱカメラやる人からしたら、まあパボってやっぱ憧れなんですよ。一応軽くスペックだけ見ましょう。まずこのパボチューブ2の 15X、 ここがね C とも違うところなんですが、なんと色温度がですね2700から12000ケルビンまで表現できます。で、 CRI はおよそ97となっておりまして、こちら全長がね60センチとなっております。で、本体重量が1本あたり 0.97 キロなので1キロギリ切ってるかなっていうぐらいですね。で、15種類の照明モードがありまして、内蔵バッテリーで稼働します。で、3時間の充電で最大23時間の使用が可能です。で、こちら1本あたりが5万1700円で、2本で9万9000円っていうところで、昨今やっぱりこう Amazon とか見てもなんかすっげー安い、なんかパボに買わんじゃないかみたいな、こうチューブライト売ってると思うんですよ。なんすけどやっぱちゃう、やっぱパボはパボなんですよ。パボという圧倒的ブランド、もうビトンみたいな、やっぱりプロの現場とかでもナンライトのパボチューブは安定性があるとか定評があるわけでございます。なのでね、今回はこのちゃんと定評があるパボチューブを皆さんに紹介したいなと思ってるわけです。ずっとピクセルエフェクトでやってますけども、まあいろんなモードがありますけども、まああえてねこの 15X の売りの方のねピクセルエフェクトをねずっと使ってますっていうことです。で、まあ今日はですね、いろんな比較しますよ。いろんな比較というか、まああのね、30は制作の方のね実際の現場で使った映像を使いながらこんな風に使ってますっていうのを紹介していくんですが、この15に関してはやっぱりもうちょっとまあ一般ユーザー向けというか、もう家でもねこうおしゃれなこうなんていうの、バーライトにするというか、バーライトにできてしまうという、もう家を圧倒的おしゃれな空間にして、まあ例えばそれこそちょっとお家で飲もうよみたいな、うわまるでここメリークリスマスだみたいな、そんなね色気を醸し出すことができるのがこのパボチューブのまあ特性でございます。大丈夫かな、もうそのまま上がってたらまあ OK 出てるっていうことなんで僕が以前紹介した、まあこれ普通に自分で昔から持ってるやつなんですが、これはね 6C の方もあるんですね。これ 6C ですね、いわゆる。ちょっともうだいぶ今日明るいですけど、すいません、なんかずっと明るいでしょ、ふわふわしてるでしょ、すいません。15とね 6C ってね、これぐらいまあ差があります。15と6の差ってこれぐらいあるんで、まあだからどれぐらいやろうな、2.5 倍ぐらいの大きさがだいたい15やと思ってもらえたらいいと思います。で、明るさとかに関しては、まあ、めちゃくちゃ体感そこまで変わるかって言われたら、まあ、めっちゃ変わるわけではないと思うんですが、今までやったこの6はねカメラバックに入るみたいなんで結構僕は押してたんですが、もう
うちょっとやっぱり、ね、長さが足りん時もあるわけですよ。長さが足りんってなった時にやっぱこの15ぐらいが必要になってくるわけですね。で15っていうのはね AC アダプターの DC15V で、まあ、あの充電できたりとか、まあ、DMX サスとかあったりであったりとか、まあね、いろいろ使い勝手がいいんでありますが、やっぱり4分の1ネジがついてきてくれてますので、2箇所させるとこがあるんで、4分の1例えば横向きにしたい、まあ、縦向きにしたいによって使い方変えていただければいいかなと思います。 で 15X に関しては購入するとね、こんな感じのこれねホルダーみたいなのついてくるんですよ。これねパポにこうやって挟んで、ここもまた4分の1ネジ2つついてるんで、これをねこう三脚なりスタンドに立てて、まあ固定するみたいなことができるホルダーもついてきます。もうちょっとね高価でちょっとやりやすいホルダーとかもね Amazon とかナンライトの公式さんでね売ってると思うんで、ちょっとまあもうちょっとこだわってこれ作りたい作り込みたいよっていう方はそちら見ていただけたらいいかなと思うんですが、1本買ったら1個 AC アダプターついてるし、もう1個買ったらね、まあ、2個ちゃんと AC アダプターついてきてケースもついてくるんで、そちらはご安心いただけたらいいかなと思っております。実はこのスマホでね連携して、実はこのナンライトのパボチューブっていうのは操作することができて、個人的にはまあパボに関してはこのスマホでまあコントロールすることをおすすめします。ナンリンクっていうね、これも概要欄におそらく貼ってるのでそこからダウンロードしていただけたらいいんですが、ナンリンクっていうアプリを使うとですね、まあ例えばパボチューブってまあ1本で使うこともあると思うんですけど、まあ2本3本、これからね今度紹介する30とかについては6本とかね一気に使ってるんですよってなってきた時に、まあ、全部の色を合わせたいとか全部の明るさを合わせたいってなった時、一本一本調整していくめんどくさいじゃないですか。で、あのねパボって裏手にねここにコントロールパネルあるんですけど、コントロールパネルねちょっとね触りにくさあるというかちょっとむずいんで、もっと直感的に簡単にもうスマホ持ってる方はもうこのナンリンクのアプリでもう接続して一気にコントロールした方がいいかなと思います。これやったら最大多分ね512まで数字割り当てれたから、多分ねまあマックスそんな使う人見たことないけど、まあ一応多分512本ぐらいまではまあ一気に同期して使えるようになるんで、まあ513本持ってるっていう方はちょっとあの別でお問い合わせいただきたいんですけれども、まあ、僕もねトータルでまあ3本とかなんで、まあ、512本には行ってないので、このナンリンクのアプリでいじりますと、まあ今ね実際問題こうやってナンリンクのパボチューブねここにまあ置いてるんですが、例えばこの新規シーンとかで作るとね1本ずつのねナンライトのパボチューブを Bluetooth もしくは Wi-Fi で同期することができるんですが、グループでも設定することができます。でこれグループで設定するとですね、こんな感じで右上にライト2って出てるんですね今。でこれライト2って出てるんで、このウィディ 15X グループっていうねグループにまとめてあげると、この今僕の 15X 2本が同期された形になってます。でこんな感じでね開くと今ヒューループになってるんですが、これピクセルエフェクトとかをまあここでね CCT モードとかに変えると、ほらどっちも今こんな感じで変わったの分かります？ CCT のモードに、普通のねケルビンのモードに変わりました。でこれちょっと今見にくいか大丈夫かな、まあじゃあ2本こうやって置いときますと、ちょっと いちいちスタンド立ててあれやるのあれなんで、で今 CCT モードがこれ明るさねこんな感じで0にもできますと。でこれここでもうアプリで1個でねほら2本ともね、でねもちろんケルビンもこんな感じで変えれます。まあ今2700Kにしてますが、これをねぐーっと上げていって最大12000Kまで持っていくことができますっていうところですね。なのでこうやって何本かある方はこのグループ化してまあやってあげるのが一番いいかなと思います。でまあエフェクトモードとかももちろん一緒にここでねこうやってエフェクトすることができます。このアプリワンタッチでエフェクトモードも例えば花火とかね、うん、で他なんやでパパラッチ言うてこれ写真撮ってるぜ、交互にやってくれてるのこれいいっすよね、こういうの。まあこういうエフェクトとかもね、まあ一緒にもうアプリでスマホでね簡単に iPhone でコントロールできるようになるので、まあここら辺はかなりやりやすいかなと思います。でまあ言ったらこの 15X の見どころであるまあピクセルエフェクトって言ってピクセルごとに色を変えれるやつもここでもちろんコントロールできますよっていうことですね。まあだからほぼ全てほぼというか、まあ、全ての機能にアクセスできるのがこのナンライトさんが出してる公式アプリから出してる、まあ、アプリで一括コントロールできるっていうところなので、これはね結構使わない手はないかなと思いますので、もし2本とかまとめて購入された方に関しては絶対このアプリ入れた方がいいと思います。僕このアプリ入れてもうちょっとコントロールしていこうかなっていうところですね。まあほんまいろんなありますね、ヒューループで HSI モード、 HSI モードとかやったらねもうこれで直感的にこうね
ダヴィンチリゾルブをいじってるかのような感覚で、こんな感じでね、色味をこう変えていくことができます。自分の好きな色にね、直感的にこうやって持っていったりすることができるので、これとかもかなり便利ですよね。これ本体の裏側で設定しだすとちょっとね、手間かかる工程になるんで、なんでもう基本的にはもうこれでね、このアプリを使って全部コントロールしてあげるのが一番いいかなと思います。でね、もちろん今アプリ使ってね、こうやって紹介してきたんですけれども、まあこんな感じで今日はね、実際にこのやっぱね、パボチューブ 15X15 のねシリーズに関してはやっぱり家でも使えるわけじゃないですか。やっぱね、この30になるとちょっと長すぎて、ほんまに制作現場とかそういうところになってくるから、僕ね、家のね、やっぱね、この後ろバックライト、やっぱね、こう照明立ってんすけど、よりもうちょっとおしゃれにするために、これをちょっとバックライト化させてみようみたいなところでね、ちょっとそことかもチャレンジしていきたいなと思ったりとか、実際にこのパボチューブ使って、まああの取れる物がそんないいものがあるわけじゃないからあれなんですが、なんかこうちょっと物を取ってみる、実際にパボチューブ使って机の上で簡単にね動画撮ってみるみたいなしていきたいと思います。ここからちょっとそれ見ていきましょう。で、まあちょっとね、まあ画面切り替わって今デスク映ってると思うんですけど、要はこのデスクをね、ちょっとこうおしゃれにパボ立ててね、こうちょっとバックライト的にしたいなって考えてるんですよね。で、今こういうねやつあるんですけど、まあこれもいいんですけど、やっぱもうちょっとね、こうパボのやっぱ良さを生かしてパボチューブをね、ちょっと立てたいなって思ってて、でね、パボチューブのいいとこって、あのこういうの分かります？こういうミニ三脚みたいな、こういうミニ三脚でね、ちゃんとね自立しよるんですよ。なんでちょっとこれ使って、ちょっととりあえずね、ちょっと自立させていこうかなと思います。はい、というわけで、てってれーん、パボ 15X をね自立させてですね、まあ、こんな感じでやってみます。ちょっとこの色味あれやな、さすがにちょっと普通すぎるから、ちょっとおしゃれにしたいな。これちょっとええ感じの見つけるのも楽しそうやな。まあ、今ちょっとかなりね、いろいろエフェクト動いてるんですけど、これで HSI モードとかでこうちょっとなんていうの、黄色みに持っていくみたいな。あ、黄色ね、うん、ちょっとね黄色、これね全部これこうどうなんやろ、このスピーカーの下のも光ってるとあれなんかなって思うんですが、こんな感じでね、まあ一括コントロールできるんで、その日の気分に合わせて、あーやっぱ青とかがいいかな。なんか僕青のジャケット着てるじゃないですか、だからちょっと青とかの方がいいんかな、こういう感じ。これでね、ちょっとどんな感じになるやろ、ちょっと一回おしゃれなウェディちょっとやってみようかな。はい、というわけでどうしよう俺っぽくないけど、でもなんかやっぱちょっとこうかっこいいチュートリアルとか、あーかっこいいな、やっぱこうかっこいいチュートリアルとか、まあ、そういうの上げるときとかにすげーいいなって思いますよね。これちょっと おしゃれな新しい大人なウェディ、やっぱ1万人に向けて新しい大人な自分も、まあ、ちょっとこのパボと一緒に表現していけるっていうのはいいかなと思います。まあでも実際問題、ほんまに、まあ、ちょっと俺がこれやるとみんな笑ってまうと思うんですけど、これ部屋によってこのちゃんと立て方考えたらめっちゃおしゃれになるし、僕ね引っ越すんで、まあ、ちょっとねこれ、あ、いいねいいね、あ、いいよいいよいいよ、全然いいよ。こういう感じでね、15のサイズ感めっちゃええやん。やっぱ30でかすぎてね、立てるにはあれなんですけど、家とかで15ぐらいやったらこの感じで使えるんやったらマジでありやな。ちょっとこれは嬉しい、うん、かっこいいな、こうどうもミリオネオンのウェディですみたいな、なんかそういう感じにねしていこうかな。はい、というわけでね、家にね特段めちゃくちゃいいもんがあったわけじゃないから、とりあえずねソニー α7S3 と、まあこんな感じでナンライトのパパチューブね、とちょっと1灯だけ別のねバーライトみたいなの立てて、ちょっとこれでねええ感じで撮れんじゃないかなって思って、うわいいじゃないですか、ほらこういうのね、もちろん今青やけど片手にね iPhone で実際問題ちょっとこういじってみて、これでちょっと例えばやけどエフェクトモードとかにして、このディスコ、おーなるほどね、あーこういうのも撮れるってことね、なるほどこういうのも撮れるってこと、うわかっこいい。今ちょっと雑にセッティングしてるけど、まあこんな感じなんですね、手前にこうパワーあってみたいな。でさっき紹介してたこのつけれるやつね、これがある状態で、で今俺の S3 がめっちゃ光ってる。一旦ね試しなんで、これめっちゃおしゃれになるやん。
やっぱ家でもこうおしゃれに物を撮りたいであったりとか、そういう時はねこんな感じのやっぱこうパボチューブのエフェクトとか使いながらかっこよく撮るっていうのもどんどんできるようになるんちゃうかな。でまあ後日紹介するんですけど、例えばやっぱパボチューブとか使うとこういうね簡単なフォグマシーンとか使ってあげると、フォグマシーン使ってねこんなんするとほらめっちゃかっこいいやん、めっちゃかっこいいやん、俺の S3 めちゃくちゃかっこいいやん。家でねたけるこういうフォグマシーンとね、やっぱパボとねこういうねフォグ系めっちゃ合うんすよ。こんなん合わせ持ってやるとめちゃくちゃかっこええやん。これスローとかにしたらもっとかっこいいんやろうけど、かっこいいちょっとモード変えよう、やばい一生遊べる、これどうしよう、おもろい。ちょっとオレンジ気味にしてちょっと光量上げて、でちょっとカメラの ISO 下げますね。こういう感じか。で例えばこれフォグマシーン、またちょっと一旦雑に巻くけど、フォグこんな感じでやっといて、でソニーアルファ 7S3 爆誕、かっこいい。まあ、こんな感じでね家でもね2頭ぐらいあった方がいいかな。やっぱり2本セットの方がねちょっと安いから2本セットの方が得かも。こんな感じでね遊ぶことができますというやつですね。まあいろんなモードあるから、まあそれで試してもらって、これ何でもかっこよくなるやん。今回はナンライトのパボチューブ 15X 紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。かなりいい製品ですよね。やっぱりね価格的にはやっぱりまあ Amazon とかで売ってる安いものとはまあちょっとね全然違う価格になってきて、なかなか手出しにくい価格かなとも思う部分はあるんですが、それでもやっぱりねパボに対する憧れ、映像クリエイター皆さん持ってると思うんで、この際にもう来年に向けてもう実際まで MV 作ったりとか、まあそれ以外物撮りする方、まあ広告系の写真撮る方でも何でもこの10あれば家でもめちゃくちゃ便利にもうね映像とか写真撮れるようになるんで、ぜひねこれ導入していただけるのがまあ一番いいかなと思います。ぜひねこれ概要欄にリンク貼ってるのでチェックしてみてください。というわけでミリオン年度映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今目指せ1万人ということでめっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったなと思う方は高評価コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。